7時半からやってるぜ。うわ、美味しそう。いいっすよ、ね、スタバで買い物終了。一回ホテル戻って食べます。はい、ただいま帰りました。はい、てなわけでずっと念願だった韓国のスターバックスの食べ物たち。飲み物は安定にこちら、スターバックスラテ。限定のフラペチーノとかもさ、めちゃめちゃ出てたんですけど、なんか決めらんなかった。てなわけで可愛いケーキたちオープンしますんで、皆さんご覧ください。これが韓国でーす。これがティラミスロールケーキで、こっちがマスカルポーネのウサギタルトみたいなやつ。可愛くないですか。このちっちゃい箱のお家の中に入ってるからさ、シルバニアファミリーみたいだよね。可愛い。ほとんど韓国語さ、単語が分かんなかったからタジタジだったんだけど、優しい店員さんでよかったです。ちょっとめちゃめちゃ暑いんで、先ドリンク行っちゃっていいですかね。今ちょうどね、朝の8時半ぐらいかな。で、今日のショッピングの第一のお目当てがコエックスモールっていうめちゃめちゃでかいモールなんだけど、そこが10時半ぐらいからなんで、まだ時間あるってことで、のんびりスタバタイムで。ああ、心なしかバンコク共通で、これすごいんだよ。ちょっと見てくださって、ほら、でかないですか。うわ、温めてもらったからめちゃめちゃ香ばしいんだけど、ナッティクロワッサンみたいなやつ、ほら僕の顔ぐらいのでかさ。イエイ。そう、何がいいって、まあ、日本のスタバって確かに美味しいけど若干ちっちゃいかなみたいな、まあ僕みたいなさ、食い地が張ってる人は思っちゃうわけ。可愛いしでかいんだよね。オッケー。最後こちら、これはすごいぜ。ドカン。これ何かわかります皆さん？ちなみに、そうなんです、シュークリームバウムクーヘンケーキみたいなやつ。でかくない？だけど、みんなこのマスカルポーネタルトが7900ウォンなんで790円ぐらい、このシュークリームのやつ6900ウォン、5300ウォン、こいつが5900ウォン。朝ごはんにしては高いね。なんかここだけ闇が生まれちゃったんだけど、まあいっか。まあそれも人間っぽいって感じで。危ない。いただきます。ちょっとこいつに顔反応しちゃうから、ちょっと横向いてもらおうかな。せっかく温めてもらったんで、このナッティクロワッサンから。こんなでかいクロワッサンさ、パン屋でもそうないですよね。うまそうにだ。うん、外パリパリで中ふかふか、甘さの中にしょっぱみありみたいな感じで、パーフェクト。これはちょっと日本も嫉妬しちゃうぐらいに美味しいですな。しかも海外旅行に来てるっていうさ、そのロケーションのならではの美味しさみたいなのあるじゃないですか。朝からハッピー。じゃあお次こちら行こうかな。スプーンあれなんだね、白いんだ、あ、黒いんだね。このでかさ、まるで丸太。なんか韓国ってさ、黒い系の食べ物多いよね。クッキーとかもさ、コンビニとか行ってもオレオがさ、めちゃめちゃ種類豊富にあってて、多分この白黒好きなんだろうね。いきます。これ見た目さ、すんごいクリームたっぷりだけど全然甘さもないし、で生地もいい意味でパサついてるというか、ちゃんと密度あるねって感じだから、大きいだけじゃなくて食べ応えもあって、僕みたいにめちゃめちゃ食い地張っちゃってる人とかは嬉しい。うん、うわ、口の中ティラミス感出てきたらこいつでまたリフレッシュ。うん、ナッツたちの存在感が半端じゃない。羨ましい。やっぱどんな場所でもさ、存在感のある人間になりたいじゃないですか。見習わなきゃっていうぐらいの存在感。スターバックスコリア最高。結構あのサンドイッチ系みたいなやつが多くて、まあ、朝っていうのもあるのかもしんないけど、他の人はねそっちばっか取ってましたね。じゃあこれスペシャルバームクーヘン、僕この世で一番バームクーヘン好きなんで。イエイ。
だいぶ可愛い味してますね。こんな感じでなんか2層ぐらいに分かれてるんだよね。すごいリッチな感じ。シュークリームの中のクリームをバームクーヘンに詰め込んじゃいましたみたいな感じなんだけど、シュークリームのクリームってシュークリームの外で食べたことないからさ、こんな感じなんだねって感じ。はい、こんな感じで韓国の朝は早いです。で、川も流れてますと。前回の韓国旅行の時にこのなんかスペシャル BTS みたいな、 BTS とスタバがコラボした時の電子マネーストラップみたいなやつ衝動買いしちゃってて、ここに結構大金が入ってたのね。次韓国行く時はもうスタバ行きまくろうみたいな感じだったから、よかったです。今日使い切れたんで、もうこいつすっからかん、ただのストラップ。今回の旅行は半分このためにあったみたいなとこあるんで、あとはね、心置きなくショッピングとか行きたいねって感じで。フラペチーノとかめちゃめちゃ種類あるから1個ぐらい試したいなと思うんだよね。なんで明日とか時間あったら行きたいね。なんか美味しそうなのいっぱいあったからさ、うわちょっと4個じゃ少ないかなみたいな思ったんだけど、全然そんなことない。1個1個めちゃめちゃでかいからいい感じに満足できます。いや、日本のスタバでさ、こんなにでかいスイーツなかったもんね今まで。ナイスマスカルって感じだ。確かにウサギっぽい味してるかも。で、タルトはさ、僕好みのかっちりタイプだし。そうだ、原則韓国では器を持っちゃいけないみたいな食事のマナーらしくて、ごめんなさい、もう持ちません。やっぱウサギの全体がさ、全てクリームじゃないですか。だからそんなだけあってめちゃめちゃマスカルが強いね。これが全部マスカルってのは恐ろしくない？どんだけいい羽振りしてんのって話だよね。やばい、甘いの食べてたらだいぶ眠くなっちゃいました。たっぷり寝たのに。ごちそうさまでした。てなんか韓国のスタバたちめちゃめちゃ良かったです。まあ、中でもクロワッサンはまあでかい、あったかい、いいねと思いましたね。普通のパン屋さん巡りとかもしたかったんだけど、キリがなくなっちゃうなと思って巡れませんでしたね。また次回があったら行きたいな。皆さんも素敵な韓国のスタバ行ってみてくださいませませ。はい、最後のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、コメントもよろしくお願いします。ではまた。ご当地のタンブラーとかマグカップとかも気になっちゃいましたよね。普通のメニューを買うのに必死で全く見る余裕もありませんでした。またねー。